はいどうも、高田元成です。この動画では七夕賞、こちらの前頭分析をやっていきたいと思っております。この条件ですね、ハンデ戦のフルゲートということで、かなり、波乱傾向は強い、そんな一戦となっております。毎年風物詩みたいなね、そんな重賞なんですけれども、この動画が何か参考になれば、ぜひそう思っておりますので、最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、まずはシークレットランですね。この馬6歳に差し掛かったわけなんですけれども、3歳の時からね、割と重賞でも走っていた、そんな一頭です。ただ今回に関して言うと、昨年の夏以来の休み明け。で、実際オープンクラスですよね。オープンクラスにおきましては、0007と一度も馬券圏内がありません。ちょっとね、なかなかこの舞台での強調材料乏しい、そんな印象をいただきました。はい、ロザムールです。去年の2着馬なんですけれども、当時と同じように、内枠を引き当てることができました。その条件に関して言うとね、今回揃ったような、そんなところはあるんですけれども、そういった部分を全て差し引いても、ちょっとね、なかなか金層の成績が振るわないというところは気になってしまいました。まあ、6歳を迎えまして、なかなか金層の復調の兆しとかね、そういった粘りが欠けているような印象ですので、いくらこの舞台であってもね、ちょっと難しい印象は否めません。はい、ヒュミドールです。今年に関しては、中山記念と、大阪杯ということで結構強い相手と戦ってきました。ただその中でね、結果は残せなかったので、この馬に対する印象は一つ、ローカルの右回り2000メーター校舎、もうこれでいいと思います。これ以外も狙うところが正直ないというところではありまして、今回の舞台のね、福島に関しましても、福島記念ですかね、去年の、この福島2000メーターで、構想力がありました。当時がパンサラスターが激流を作り出してのそこでの構想だったんですけれども、一定のハイペース適性がある、これはね、今回のメンバー構成考えると、まあ、プラスと捉えていいのかなと、そう思っております。で、この馬自身、一昨年に、この夏の福島で勝利実績があるというところもありますので、この条件に変わっての変わり身、こちらは警戒すべきではないでしょうか。はい、エバーガーデンです。前走ね、牝馬限定福島牝馬ステークス、こちらの方で見せ場なく2桁着順になってしまいました。厳しいですと言いたいところなんですけれども、当時がね、この馬にとってちょっとなかなか難しいような外枠でして、この馬、基本的に立ち回りの馬さえ何とかしたいという、そんな馬ではありますので、外枠の時点で無理です。そんなような一戦でした。ね、今回なんですけれども、引いた枠順が2枠4番ということで、まあ、この馬の構想条件を一つ、満たすことができました。で、さらに、突き出したいんですけれども、このままですね、成績を遡っていきますと、2歳の夏に、福島で、福島のこの条件で勝ち上がっていた、そういった舞台適性、季節適性、そこを持っていることはね、注目すべきそんな一頭だと思っております。やっぱこの枠順でこの金量軽ハンデではありますので、まあ、三着穴というね、そんなゾーンにおいては少し警戒すべきだと、そんな風に考えました。はい、マウントゴールドです。金層に関して言いますと、勝ち馬と1秒以上離されてしまっている、そんな状況です。去年がね、前残りで先行してという最高の状態だったんですけれども、それでも馬券圏内にはかなわなかった。そこから年齢化されて金層の成績ですので、ちょっとね、難しい印象は否めません。はい、ヒートンビートです。前走の天皇賞春が4着ということで、そんな実績持ったらまあここに出ちゃうんだみたいに、そんな風に思ったんですけれども、まあね、確実に賞金を加算して秋に備えたい、陣営のね、そんな意図が伺える参戦です。ただ、その舞台が七夕賞であること、これはちょっとね、難しいというか、手放しで喜べないと僕は思いました。この条件なんですけれどもね、やっぱフルゲートのハンデ戦ということで結構ごちゃつきます。で、1コーナーまで結構長くて、直線も微妙に坂があるという、そんな特殊なコースですので、やっぱその癖というかね、やっぱ一度走っているかどうか、これ結構僕大事だと思ってます。で、今回の条件は、まあ、こんな条件でして、まあ、枠順はね、それなりかなとは思うんですけれども、確かに、この2000メーターにおいて馬券圏外はありません。そこはね、プラスではあるんですけれども、当時の、成績などを振り返ったときに、マチュに入った時なんかもね、勝ち馬とは0秒7とか、それ以外も0秒6、0秒4ということで、結構その3着、4着とか、そういったところとはさ、結構ギリだったんですね。果たしてこの馬2000メーター本当に合うのかという、ちょっとだけ不安はあります。また実績自体はね、抜けておりますし、この枠順だったらこれ以下の評価には下げれません。なんですけれども、今回がね、3200から2000メーターへの一気の距離短縮ということもありますので、水槽に苦労してこう差し損ねとかね、勝負どころで反応が鈍くて差し届かず、こちらのシチュエーションはね、ちょっと想定した方がいいのかもしれません。はい、レッドジェネシスです。この馬なんですけど、ちょっと金層どうしちゃったんですかね。3歳の時はね、神戸新聞杯で構想して、菊花賞でも一番人気、そんな指示を受けたんですけれども、それ以降、ちょっと勝ち馬とだいぶ離されてしまっている。なんだろう、こう、走ることにね、ちょっと今まだ前向きになれていないというか、こう、人間のこうね、こう、なんとかしたいというところに対して、こう、今のところ反抗してしまっている、そんな印象が伺えてしまっています。
もそうですね、まあ、今回間隔が空いての参戦なんですけれどもね、なかなか中間の調教などもこう一気に変わったとかそういった部分は僕は見受けられませんでしたので、もうちょっと様子見が必要なのではないでしょうか。はい、フォルコメンです。このレースね、非常に特徴的なところがありまして、前走マイル組がやたら強いです。それこそ昔なんかで言うとね、メドーラークとかアスカクリシャンとか、そういった馬が前走マイルから一遍を果たしたわけなんですけれども、この馬もね、今回出走するまで唯一の前走マイル組という風になりました。まあ、そういったローテーションですので、ノーマークにはできません。できないんですけれども、僕、やっぱ、ビクトアルピサのね、3区で言うと、距離延長よりも距離短縮、ここで一番狙いたいです。そういったところもありますので、まあ、そうですね、まあ、抑え程度とかね、それぐらいのところに留めさせてください。はい、湘南バルディです。去年のこのレースでも構想したんですけれども、当時はね、金量で言うと、この馬が得意とする56キロ以下という、そんなレンジでした。この馬に関して言いますと、やっぱ重賞とかそういった、グレードレースにおきまして57キロだった2000があったんですが、いずれも2桁着順ということで、やっぱある程度ね、金量としては今回は厳しいという風になってしまいました。まあ内枠とかね、そういったところでスルスル立ち回れば、もしかしたらね、そういった上位進出があったのかもしれないんですけれど、僕のあくまで現時点の評価で言いますと、ちょっとね、今年は厳しいと言わざるを得ません。はい、ヤマニンデンファレです。これまで3勝を挙げていたんですけれども、いずれも芝の 1800m でした。芝 2000m、使われたことも何回かあったんですけれども、1勝クラスでね、惨敗を喫してしまっていた、そんな成績がありましたのでね、やっぱこの馬に関して言うと、1800m、その条件代わりで狙いたいと、そう思っております。はい、アンティシペイトです。前走の福島民放杯、これかなりショッキングなレースだったんですけれども、先通過が57秒7ということで、とんでもないハイペースでした。その状況におきましてね、道中は後方にいたんですけれども、もう3、4コーナーでぐーっと上がっていきまして、4コーナーでは4角先頭という、そんな形で5馬身差の圧勝。あの展開ってなかなかあることではないので、まあ多少はね、そういった展開が向いたとは思うんですけれども、それにしてもちょっと強すぎたという、そんな印象だったんですね。果たして何が あの結果を生んだのだろうといろいろ考えたんですけれど、まあ、4月の福島ということで気温としては結構上がっていた、これが一つのヒントになっていると僕は思っています。というのもこの馬の成績なんですが、6月から8月の結構夏競馬とかね、そういった暑い時期の成績なんですけれども、その時期におきましては2200連帯率 100%、本当暑さとともにね、この馬の調子が上がっていく、そういうタイプだと思っているんですね。で、直線の坂で言うと、例えば中山とか中京みたいにこう坂があるようなコースではなくて、こう急半ではないね、そんな条件におきましては3200、こちらも連帯率 100%、 そんな数字がありました。まあ、枠順に関して言うと、できればもうちょっと内がね、良かった印象もあったんですけれども、まあ、打ちすぎると逆にこう前走みたいな、こう自分のタイミングで進出することができない、その恐れもありますし、今回ね、逃げ馬がそこそこいる状況で結構ばらけたということもありますので、割とペース流れるぞと、そう思ったんですね。であれば、まあ前走みたいにね、極端なハイペースではなくとも、ある程度の流れは担保されておりますので、であれば、サイドの構想があってもね、全然不思議ないというふうに考えました。はい、モズ流れ星です。この馬に関しては2走前、こちらの方に注目をしてください。当時が新潟大賞典だったんですが、先通過58秒5というね、割と早かった流れで道中2番手から、4着という、そんな結果でした。まあ、前走はね、目黒記念、2500m という距離だったんですけれども、やっぱ東京のあの時期のね、高速馬場というところもありますので、まあ、それほどね、気にしなくていいと僕は思っています。それこそ去年で言いますと、夏競馬の小倉記念、こちらの方で勝利実績がありまして、暑い時期の適性は申し分ありません。で、今回が叩き3戦目のローテーションなんですが、こちらのローテーションで言うと1201とね、ほとんど馬券圏外がない、これ荒川厩舎ってね、基本的に叩き両側型でして、基本的に休み明けは僕は狙いません。そういったような厩舎なんですけれども、反面ね、その2戦目3戦目で攻撃権を果たすというパターンがありますので、そういった部分も含めてね、穴目読みある一頭、そう考えております。はい、プリマビスタです。2走前のレコード勝ちが本当びっくりしたんですけれども、前走目黒記念、こちらの方でもね、勝ち馬と0秒3差ということで、もういよいよ本格化を迎えた、そう言って差し支えないのではないでしょうか。まあ、成績見る限りね、2走前とか、まあ、前走とか、いかにもそう左回り後者みたいな、そんな印象が伺えたんですが、実が、この福島 2000m におきましては、1011とね、3回走って2回馬券圏内、そんな成績がありました。まあ、そしてまあ、2走前、この馬の本格化のサインだとしたら、やっぱなんだろう、小回りをこうグイッとまくっていくとか、そういった器用さはもしかしたらないのかもしれません。ただですね、やっぱこの舞台の戦績があるのは確かではありますので、まあ、紐穴とかね、そういったゾーンで警戒すべき、そんな一頭だと考えております。
はい、トーラスジミーです。前走ミチャル競馬で、待望の条件だったんですけれども、それでも2桁順位になってしまいました。やっぱり、ね、去年の王者ではあるんですけれども、枠順もね、当時とは全然違いますし、やっぱね、正直そうですね、ピークアウトというか、そういった印象は否めません。はい、バンケドミンゴです。これまでの4勝すべてが、福島という舞台巧者ですね。まあ、そういったね、適性の高さに関してはもちろん注目すべきなんですけれども、昨年、2回使われたこの福島におきまして、いずれも勝ち馬と1秒以上の差をつけられている、うん、やっぱその小馬になってというか、キャリアを積んで適性が変わってしまった、この印象がちょっと僕の中でね、頭をよぎってしまったんですね。まあ、前走を見る限りね、極端にこう成績が落ちているとか、そうピークアウト してしまったとか、そんな部分はもしかしたらないのかもしれないんですけれども、以前ほどね、福島だったら無条件で買いみたいな、そんなような感じには僕はなれませんでした。まあ、その福島で戦った2戦において先着された馬、そういった馬が今回もね、多数出走するという、そんな状況でもありますので、うん、たとえ福島であっても一票を望むのは酷に移る、そんな印象を伺いました。はい、人です。金2走重賞を使われていたんですけれども、いずれもね、着差で言うと、0秒7差とか0秒4差とか、割と頑張っていたなという、そんな印象でした。結構ね、京都記念とかそういった割といいメンバー揃っていたような印象もあったんですけれどもね、このクラス通常の可能性を示した、そこに関してはね、この2戦というのはね、評価すべきと僕はそう思っております。で、今回なんですけれども、夏競馬の七夕賞に臨むわけなんですが、前走からね、距離短縮での参戦となりました。この馬なんですが、距離短縮ローテに非常に強いです。距離短縮時の成績というのが3112ということで、3走前ですかね、阪神2000勝った時もかなり強い勝ち方だったんですが、そちらも距離短縮ローテでの一辺でした。で、直線で坂が急じゃないコース、非急半コースにおきましても2012ということで一定の成績を残しておりますので、今年の僕の中で想定されているハイペースで、もしね、はい、アンティシペートがこうグイッとまくって、さらにそれが誘発される差し決着になるようであれば、警戒すべき、そんな一頭だと考えております。はい、以上で七夕賞の前頭分析は終了となります。まあ、例年の傾向で言えばね、結構その陰有利というか前残りというか、そんなところがあるんですけれども、枠順を受けてね、ちょっと今年はハイペース避けられそうにないなと、そういうところがありましたので、それを踏まえての前頭分析となりました。行動が何か参考になれば、ぜひチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。